皆さんこんにちは。今回は誰もが聞いたことがある戦国大名武田信玄のお話です。信玄の異名は甲斐の虎。戦国最強と呼ばれた武田軍を率い、敵対する多くの者に恐れられる存在でした。武田家当主だけが使うことができた風林火山の旗印。この旗がなびく場所ではいつも武田軍の貸し時が上がっていたんですね。かっこいい。彼の戦いで特に有名なのは宿敵上杉謙信との間で行われた川中島の合戦。上杉謙信は越後の竜と呼ばれ、まさに竜虎相打つ戦いだったのです。他にも信玄は巧みな領国経営を行ったことでも有名。たびたび反乱を繰り返す釜無し川から甲斐の民を守った信玄堤は今でもその造りを見ることができます。小さな武田家を戦国を代表する巨大な勢力に押し上げた武田信玄。彼は一体何をした人なのでしょうか。また何がすごかったのでしょうか。この動画では信玄の生涯をすごく簡単に紹介しています。信玄の人物像がわかると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。ちなみに信玄という名は彼が出家した時の名前。本名は春信と言います。戦国の武将たちの多くは何度も名前を変えているのですが、わかりにくいので信玄で統一して紹介します。今回は信玄が家督を相続してから上杉謙信と川中島で戦いを行うまでの話。ではその活躍を見ていきましょう。甲斐は山に囲まれたどちらかといえば貧しい国。収穫も少なく、人々は貧しい生活を送っていました。国内では少ない土地をめぐって豪族たちによる争いが繰り返され、戦によって家族や家を失う者がたくさんいたのです。信玄の父武田信虎は国内の争いを鎮めることに成功したのですが、さらに甲斐を守るため戦を継続。また戦をするのかよと民の怨嗟は募ります。また数百年に一度と言われる飢饉も発生。人々の信虎に対する不満は最高潮に高まり、若き信玄と家臣団は信虎を国外に追放したんですね。これが信玄の家督相続です。信玄が武田家の家督を継いだ時、甲斐の国はまさにどん底状態だったのです。歴史シミュレーションゲームの始め。落ち着いてまずはしっかり内政する方と、さっさと隣国に攻め込もうという方がいますよね。ちなみに私はまずは内政派です。みんな苦しんでいる甲斐ではまずは内政を行って人々の安定した生活を取り戻す内政派がいいと思うのですが、信玄はどっちだったのでしょうか。信玄といえば巧みな領国経営で有名。それまでバラバラだった納税の規格や法令の統一、他に治水工事や鉱山開発などを行いました。後に甲州法度の次第という文国法も定めています。合戦続きプラス大飢饉という甲斐のピンチに、さぞかしじっくり内政をしたのだろうと思いきや、意外にも家督相続の翌年外政を始めているんですね。意外とさっさと隣国に攻め込もう派だったようです。もちろん飢饉対策はしたのでしょうが、領民たちはまた戦じゃないか、何も変わっていないぞと嘆いたのでしょう。まあ一生懸命畑や田んぼを増やしてもすぐに甲斐が豊かな国になるわけではありませんからね。のんびりしていたら周りの国が攻め込んでくるかもしれません。信玄は甲斐国内の様子を見つつ機会を探って勢力拡大の戦いを始めていきます。攻め取れそうな国があればどんどん攻め込む、勝てそうなチャンスは逃さない。この辺りはさすがです。信玄が目をつけたのは信濃の入り口、諏訪です。諏訪大社って有名ですよね。いつからここにあったのかわからないくらい古い神社です。戦国時代この辺りを治めていたのは諏訪大社の大法理という役職を務める諏訪氏。まるで神様のような存在です。実は武田家とは以前から付き合いがあり、信玄の妹はこの時の当主
諏訪頼重に嫁いでいたようです。つまり頼重は信玄から見ると妹婿、そして仕事は神様というすごい人だったのです。何か絶対に犯してはいけない存在のように思いますね。しかし甲斐はこのまま自利品になって滅亡してしまうかもしれないピンチ、妹婿だろうが神様だろうが信玄にはどうでもよいことだったのでしょう。武田軍は諏訪に攻め込み、ここを占領します。当主頼重は降伏し、その後甲府に送られ、信玄のために命を落としたようです。諏訪を手に入れてどうなったか、領国が増えて嬉しいですね。国が豊かになります。他に信濃につながる街道を確保することができました。さらに諏訪の領主は神、この力は領国統治に役に立つかもしれません。戦いの後、信玄は諏訪頼重の娘を側室に迎えるぞと言い出します。名門諏訪家を再興させると諏訪旧臣たちに約束していたようで、それを踏まえたものであると思われます。しかしこの婚姻について武田の家臣たちは大反対。諏訪姫から見ると信玄は父の命を奪い、家を滅ぼした憎い仇、そんな恨みを持つ姫を近くに置いておくのはどういうことかということです。確かにその通りですね。亡国の姫なんてちょっと不吉な感じもしますし、しかし信玄はこの意見を押し切り、諏訪姫を妻に迎えます。そして諏訪姫は信玄の子、しかも男児を設けることになるのです。この神様、諏訪の血を引く因縁の子は何もなければこの辺りを治める武田の分家当主になるはずでした。なんといっても神なので、この辺りの領民も言うことを聞くでしょう。しかし運命のいたずらか、この子は武田家当主として信玄の後を継ぐことになるのです。そしてこの出生が武田家の将来に大きな不安を呼び込むことになるのです。この話はまた次回以降の動画に出てきますので、ぜひ覚えておいてください。諏訪を抑えた信玄は軍を北に進め、信濃に勢力を広げていきます。戦いはどれも順調、武田軍は常に勝利を収め、領国はどんどん広がっていきます。甲斐の国の人々も苦しい生活の中で平和な時間を過ごすことができるようになってきました。ただ武田領国では税はちょっと高かったようです。そんな信玄の前に強力な敵が現れます。それは村上義清です。信玄率いる武田軍は義清と戦い、初めて敗北したと伝わります。上田原で行われたこの合戦、数で勝る武田軍が有利に戦いを進めるように見えました。義清はこの戦いに勝つには信玄を討ち取るしかないと考え、精鋭部隊を編成、合戦の流れを全く無視して武田本陣に切り込みます。この600人ほどの精鋭部隊はシンプルな合図に従って的確なタイミングで動く仕組みで、組織的な攻撃を行うことができるようになっていました。この部隊による奇襲によって武田本隊は大きな被害を受け、何人もの重臣が討ち死にし、信玄自らも傷を負ったと言われています。村上義清の集中作戦が当たったのですね。退却した信玄ですが、負けを認めずその場にしばらく留まったようですが、武田軍の戦意は著しく低下し、結局軍を返すことになったのです。その後信玄は村上義清の前にもう一度敗れます。それは砥石城の戦い。信玄は村上方の砥石城を攻撃します。この時義清は別の場所に出陣しており、信玄としては絶好のチャンス、上田原の汚名挽回もあってぜひとも攻略したい城でした。しかしこの城は天然の要害で守りが固く、なかなか落城させることができません。やがて義清が帰ってくるという知らせを受けた信玄、悔しいが退却しようと陣を解くことを決めます。武田軍は急いで退却を始めますが、村上軍の攻撃を受け大混乱、こうして2度目の大敗を喫します。信玄の北進は村上義清によって頓挫するかのように見えました。しかし信玄はこれに懲りず、信濃の小勢力に調略を仕掛け、義清を孤立させます。
また信玄の配下真田幸隆の調略によって土肥市場が落城。やがて信濃の武将たちは次々に武田に降伏していきます。本拠を包囲されるに至った義清は逃亡。こうして信玄はライバルを破り、北信濃にまで勢力を広げることになったのです。家督を継いでから12年、武田家は周りの大名から一目置かれる勢力に成長したのです。さて、信玄に追われた村上義清です。彼が向かったのは越後。日本海に流れ込むいくつもの川が肥沃な土地を作り、広大な農地が広がる豊かな国。北に開かれた港では交易が行われ、多くの船で賑わっていました。山に囲まれた甲斐とはちょっと違いますよね。この越後を治めていたのが信玄の宿敵、上杉謙信です。謙信は義に厚く、自分の野心のため、例えば領国拡大のため他国に攻め込むようなことはせず、その代わり誰かに頼られたら絶対に守るという武将でした。甲斐の武田信玄というものが信濃に攻め込んできて、俺たちの土地や城を奪ったんです、取り返してくださいと頼ってきた村上義清をかくまうことに迷いはなかったのでしょう。他にも信濃を追われた武将が何人も謙信を頼ってきており、謙信の中で武田信玄とは相当ひどいやつだという思いが育っていたのでしょう。謙信は軍勢を率いて信濃に向かいます。義清が信濃を離れてからわずか3ヶ月しか経っていません。この辺りの決断早いですよね。こうして始まるのが川中島の合戦です。武田軍、上杉軍がぶつかったのは現在の長野の町の南。川中島とは千曲川と犀川の流れが作る平らな土地です。この付近を中心になんと5度の合戦が繰り返されました。初めの合戦から5度目の合戦までなんと11年睨み合いで終わる時もあったのですが、時には両軍による激しい戦いが行われました。特に4度目の合戦は有名で、信玄と謙信の一騎打ちが行われたという話も伝わります。この時謙信はいつもよりも深く武田領に侵入、最初山に陣を敷きます。今回は信玄との決着をつけるというつもりだったのかもしれません。これに対し信玄も謙信の退路を塞ぐように軍を進め、互いに敵中を突破しないと帰国できない激戦必至の状況となりました。西条山からなかなか動かない上杉軍、これを見て武田軍の軍師山本勘助が筒付きの戦法を提案します。これは武田軍を二手に分け、背後から上杉軍を攻撃し、山から追い落とした後待ち構えるもう一手の部隊と挟み撃ちにするというものです。信玄は早速別動隊を編成させ、夜西条山に向かわせます。こうして甲斐の虎武田信玄の牙が上杉軍に向けられるのです。しかし謙信も越後の竜、なんと山の上から武田軍の動きを察知するんですね。そして気づかれないようこっそり山を降り、武田本陣の目の前八幡原に布陣したのです。朝霧が晴れると武田本隊の眼前に無傷の上杉軍が現れます。驚愕する武田軍、そこに攻撃をかける上杉軍、こうして川中島最大の激戦が始まります。村上義清はこの戦いに上杉方として参戦、もしかすると上田原で武田軍を打ち破った陣構えを謙信に伝授していたのかもしれませんね。信玄と謙信の一騎打ちが行われたとも言われる激戦、しかしこれをもっても決着はつかず、双方多くの戦死者を出して退却。4回目の川中島合戦は終わります。その後5度目の川中島の合戦として塩崎での退陣が行われますが、結局武田軍はそれ以上北に軍を進めることはできませんでした。日本海まで領土を広げることができなかった信玄の目はやがて別の方面に狙いを定めていくようになるのです。